なんか変だよプロ野球、東高立がひどすぎる、ノーヒットノーランや完全試合が連発です。まずはローテの佐々木くん、完全試合をやりました。お次の試合も8回を無安打無四球やりました。懐かしいにして投げました。お次は中日大野さん、9回完全やりました。だけど味方も打てなくて、結局参考記録です。ソフトバンクの3軍も独立リーグと交流戦、投手5人の系統でノーヒットノーランです。メジャーリーグのエンゼルス、大谷さんのチームメイト、ドラフト1位のデトマーズ、ノーヒットノーランです。ソフトバンクの東浜、ノーヒットノーランです。本当はすごい記録なのに、もはやできて当たり前。いつ打たれるんだろうなって。